うげるは土佐弁でもてなす、褒めちぎるの意味。県内外ごちゃ混ぜのメンバーです。練習していなくても大丈夫、よちよち歩きの子供から大丈夫かえと心配してしまいそうなご老人まで、成長しまけんを今で毎年変わらない踊りで高知を元気にしちゃいます。13回目の出場、150名の踊り子のチーム NPO うげうげ王国の皆さんです。Thank you.
けど、見るよりオーパーはずっと楽しいです。パキスタンが何億かと思いますけど、これで一緒にモロがいたもん、モロぐらいのどんどんテレビで一緒に踊りましょう。ちなみにモロの会のオーラインとは後ほど宣言、これをオーディングとしたいと思いますので、出てこなかったら何もかぐいかぐいとなるんで、もちろん覚えてということで、まあ、冗談でございますけども、できましたら一緒に踊っていただいてですね、みんなで夜中にを楽しみたいと思います。はい、スタッフ中でどんどん入ってきて、お兄さん、その T シャツのお兄さんもみんな見に行って入ってきてるやん。もうね、なんか一緒に入ってみんな本番に撮るよ、ね。はい、おじいさん。みんな一緒に踊りましょう。はい、はい、はい、しっかり、しっかり。おじいさん、踊りすぎるよ。おじいさん、ごめん。おじいさん、踊りましょうね。遠慮せんでも、もう駅真ん中に入るやん。お金取らん。あれを入ってきやー、入ってきやー。それと、あの飛び入りの踊った方は終わったら日が帰りしたら生ビールが高くなるんですよ。それと、売り上げが特別でございます。ほら、よっしゃ、後ろの日曜日、ほら、そろそろみんな出るかい。おばあさんがおるやけど、今年はみんな待ってね。ではゲームどうもありがとうございました。
私の応援、ゲーム場のスタッフの皆様、おごらさせていただきまして、ありがとうございました。おかげで、勝て、礼、ありがとうございます。よし、よし、次は、谷川たちをやめて、さよならいきます。ありがとうございました。NPO、うげんぎ王国の皆さんでした。うげんぎ王国の皆さんは、播磨屋橋をやめて、さえんま